皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、もうすぐ消えそうだと感じるお笑い芸人は誰？という内容です。では早速見ていきましょう。60位はスギちゃん。みんなの意見はこちら。ピン芸人なので賞味期限がかなり短い気がします。 BS ではまだメイン番組がありますが、地上波ライブで見ないと存在を忘れられそうです。59位は森山慎太郎見取り図。みんなの意見はこちら。ネタが面白いというより勢いで話してる感じがするので、だんだんと飽きそう。エピソードトークも好き嫌いが分かれそうな感じがする。58位は千原誠司。みんなの意見はこちら。テレビ業界では協調性や人と人とのつながりを大事にする人であったり、礼儀がなってる人じゃないと業界には残らないのじゃないのかなと思います。後輩や芸人仲間からも良くない評判があると聞きます。57位は淡路構成狐。みんなの意見はこちら。最近テレビで全く出ないし、出ていてもあまりピンとこない。相方の名前はもはや思い出せず、印象が残らないので消えそうで選択しました。56位は津田ダイアン。みんなの意見はこちら。いわゆる無能、害はないから嫌われはしないと思うが、そろそろ視聴者に不快に思われそう。面白いことを言っている場面を見たことがない。55位は金太郎。みんなの意見はこちら。今もたまには見かけますが、子供ができてから芸人活動はほぼ見ないし、ママタレとしてもあまり見かけたことがないので、もう少しで消えるのではと思います。彼女のネタはどれも癖が強くて、どれも面白いのに、出る番組を選んでいないというか、まだ売れていない芸人たちが出るような番組や、賞レースにも出て自分を安売りしているように感じるから、フリーになったことで意外と早く消えてしまいそうだと感じました。54位はハリウッドザコシショウ。みんなの意見はこちら。一時期面白い時もあったのだが、結局同じことばかりして変化がないところから飽きてきてしまった。飽きられたら消えるのも意外に早いのではないか。生理的に受け付けない。牧陽子のことをネタにしていたり、モラルに欠けるのでテレビに出られなくなりそう。事務所の言うことも聞かなくなって干されそう。53位はやす子。みんなの意見はこちら。例が単調で、ハイでやり通している感があるから、フリートークも面白いと感じないため、流行りが終わったらすぐに消えそうだと感じる。今はなんとなく面白いため、人気が出ているだけである。自衛隊出身のキャラだけでは長くは持たない。全く違うキャラや決め台詞を作り出さないと消えてしまう。52位はユウスケダイアン。みんなの意見はこちら。ダイアンは津田はバラエティ番組によく出演しているが、ユウスケは津田が出ている時に一緒に出てくることが多いイメージで、一人で出ることは少ないと思うので消えるのが早そうだから、ダイアン自体面白いと思えないし、一人で出ていても面白くないのは変わらないから。他に喋りが上手な芸人さんはたくさんおり、この人じゃなければならないというものがない。51位はリンゴちゃん。みんなの意見はこちら。個人的に面白いと思えないし、最近テレビに出ているのもあまり見かけないから飽きられていると思う。春菜愛のようなキャラクターで進むのか、モノマネで進むのかがはっきりしない。モノマネで行くならとことんトレーニングをしないと消えそうである。50位は井口ひろゆきウエストランド。みんなの意見はこちら。あまり愛想が良くなくて、いつも不機嫌にしているように見えるから、明るい感じではないので、あまりテレビ的ではないように思います。鬼越トマホークみたいに方向転換できるならいいが、今のままの毒舌を母白ネタばかりだと時代にそぐわず、また加減がわからなくなって業界人から嫌われて干されそうだから。49位は横澤夏子。みんなの意見はこちら。最近芸人としてではなくママタレとしてたまに見ますが、本業が芸人なのに芸人として認識している人が少なそう。ママタレとしても活躍しているかどうか微妙なとこだし、早めに消えそう。女性芸人の中でもかなり器用な印象はあるので、逆に本業以外のジャンルで成功して表舞台から姿を消しそうな印象を受ける方です。48位は兼近大輝 EXIT。 みんなの意見はこちら。彼の過去の行動からすでに多くのファンは離れているし、お茶の間からの好感度も人気絶頂だった頃と比べ明らかに下がっているのがわかるから、彼の特徴であった明るくチャラいという部分も最近は薄れてきているように思います。一時期のブーム的な人気がなくなったように感じる。ネットのニュース番組で政治的な発言をしているが、そういうものは望んでいない。
笑わせてほしい。47位は庄司智春、品川庄司。みんなの意見はこちら。独特のキャラでブレイクしたが、最近は露出が減っている。新しいネタやキャラクターを生み出すことができず、マンネリ化している。奥さんの人気にあやかって出演しているのがあまりに多く、このまま続くとは思えません。ちょっとしたきっかけで消えそうな危険水域に入っているような気がします。46位は松陰寺太夫、ぺこぱ。みんなの意見はこちら。一時期はよく出ていたけれども、最近あまり見ないので仕事が減っているのかなと感じるからです。アドリブが効かない感じがします。何年か前の勢いがなくなってきて、最近テレビで見かけなくなりました。ロケ番組でもいまいちな感じ。45位は村上 A マッソ。みんなの意見はこちら。コンビでもピンでもあまり活躍されておらず、テレビでお見かけしても印象に残らないので、あんまり起用されなさそうなイメージがあり選択しました。 A マッソでは加納の方がよくテレビに出演しているイメージがあるので、加納ばかりが出て村上はあまり出てこないという状況になりそうだから。44位は太田光爆笑問題。みんなの意見はこちら。太田光は嫁が社長なので、自身で働かなくても裏方に回ることができると思います。だから切羽詰まった状態じゃない彼の仕事への情熱は薄いです。さらにはやらかしや不謹慎な発言も多く、社長である嫁から引退宣言されてもおかしくないと思ったからです。確信をついた発言が批判を呼ぶこともあり、そのうち問題発言が炎上し、さらに社長である奥方と離婚し、後ろ盾がなくなってしまいそう。43位は田中裕二爆笑問題。みんなの意見はこちら。家庭や奥さんを大切にしていそうなので、今がっつり貯金して早く引退して家族に尽くしそうだから、休養している時もあった死体も丈夫ではなさそうなので早めに引退しそう。仕事が好きじゃないという話を聞いた。いっそのことコンビで引退してほしいと思っています。42位は畑陽区。みんなの意見はこちら。同じようなネタで内容が似通っているものが多いから飽きられてしまいそうだから、バラエティに出ていても好感度もあまりなさそうだから、地方テレビにばっかり出ており、全国番組では見なくなったため、地方番組や営業がないとすぐ消えそうな気がするから、地方でも人気は少ない。41位は品川博士、品川庄司。みんなの意見はこちら。発想は面白い人間だと思うので、何か今でも活動されてると思いますが、芸人界では浮いてしまっていて疲れてなかったようです。見なくなりました。ここ数年コンビで活動しているのを見かけないし、相方はたまにテレビで見るけれど、この人は全く見ないので、このまま消えていきそうだと思うから。40位は北野武。みんなの意見はこちら。残念ながらいなくても回ることを皆が気づいてしまったから、出番が減っていって消えていくのだろうと思う。わざわざ高額ギャラの人をまた使うとは思えない。時代遅れ、何言ってるか聞き取れない、ギャラ高すぎ、つまらない、偉そうにしている態度が良くない、若者には支持されていないから消えそう。39位は友近。みんなの意見はこちら。ネタは面白いのですが、結構スタッフやマネージャーに対する当たりがきついのが原因かどうか分かりませんが、最近テレビでもあまり見かけなくなったからです。態度が大きく、ゲームワンパターンであまり面白くないから、女芸人で面白い人は大勢おり、友近じゃなければならないというものは少ない。38位は鈴木もぐら空気階段。みんなの意見はこちら。芸が面白くない、ただうるさいだけの芸風では続かないと思われる。コンビを解消したとしても、相方の水川かたまりはなんとなく残っていけそうだが、鈴木もぐらは消えそうな気がする。フリートークが全く面白くないし、他の芸人からのフォローがあってようやく成り立っている感があるから、見ていて不安が勝るから。37位は構成ミキ。みんなの意見はこちら。漫才自体が結構好きだったけれど、最近あまり漫才をしている姿がないように思う。そっちの方が面白いのに、同じように感じている人も多いと思う。地元が同じなので頑張ってほしいですが、キレ芸だけだときついと思うので、趣味や特技関連で深みを出していってほしいと思います。36位はアンリボル塾。みんなの意見はこちら。トリオの中で一番存在感がないと思うから、またトーク力もないので、あまり TV に出ていてもピックアップされることが少ないと思ったから、デブ系芸人さんはすごく増えてきて、それぞれに個性的です。スイーツ詳しい方はいいと思いますが、
それぞれトークと個性を磨かないと飽和していると感じます。言葉遣いが悪い上に汚い、定番の決め台詞を持っているのに使うタイミングを理解していない、トリオが揃っている時はフォローされるが一人ではテレビで見るのが不安である。35位はエイジインポッシブル。みんなの意見はこちら。ネタは面白い時があるけどトークが面白くない。ドッキリを仕掛けられた時のリアクションも弱い。一部では人気の強い芸人さんかもしれないが、全国区で考えるとメディアはの露出もあまり感じられない。チョコレートプラネットの YouTube で見かけたが、他の活躍をあまり見たことがないので、このまま消えてしまうのではと思っている。34位はタモリ。みんなの意見はこちら。消えるという表現よりも年齢的にもテレビ出演は少なくなると思う。タモリクラブなどタモさんの冠番組が少しずつ終了しているので、もう年で本人的にも引退を考えていそう。現にタモリの番組が年々減っていると思った。やはり一番はテレビのスポンサー離れで、制作費が激減時代に大御所の高額ギャラを捻出するのは非常に厳しいと思われる。そんな中タモリは地味すぎて若者受けしないから切られる有力候補。ミュージックステーションを見ていて歌手の方との会話があまりできていないように思うし、今後は出演番組が徐々に少なくなっていきそうだから。33位はナダルコロコロチキチキペッパーズ。みんなの意見はこちら。言動に恐怖心を感じる。バラエティでもすぐ切れていて人間性があまり良くないイメージがある。だんだんエスカレートしてテレビに出なくなりそう。万人受けするような芸風ではない、いわゆる汚れ芸人の代表みたいな感じがします。水団以外で見たことがありません。番組がなくなったら消える感じがします。今はロンドンブーツの厚志さんが面白がっていじっていますが、態度が大柄でつぼねのスタッフに嫌われていそうな感じがします。国章さゆりのような消え方をするような感じがします。干されることはあると思います。32位はゆめっち3時のヒロイン。みんなの意見はこちら。整形を決行しているので NG 企画も他の女芸人より多くて、番組側も呼びがたいと思う。ぽっちゃり女性芸人はたくさんいるのでゆめっちじゃなくても良い。今は病気療養から復帰しているけれど、療養中は2人で活動していたので3人でいるのを見ると若干の違和感を感じるので、居心地が悪そうに見えるから。個性が強そうで嫌なものは嫌とはっきりしてる方なような気がします。なので自分の苦手だと思った仕事はすぐ断りを入れて休みそうなイメージ。31位はリリー見取り図。みんなの意見はこちら。微妙な存在感でテレビに映っていても印象に残らない方です。相方の濃さがあるためコントラストがそうなってしまうのも仕方ないかもしれません。全然目立たないし目立とうともしていないように感じる。笑いを巻き起こしてやろうという考えが薄く感じて見ている側としてはただつまらない。ツッコミメインのネタをするコンビだから影が薄くなるのは仕方ないけど、トークではもっと頑張ってほしい。もっとデリカシーのなさを前面に出してキャラ設定を徹底してほしい。30位ハリン太郎。イグジット。みんなの意見はこちら。最近テレビの出演が減ってきたように思うし、結婚もされているのでそろそろ少しずつ仕事が減っていくのではと思っています。相方に比べると芸がなく喋ってもあまり面白くないから、兼近一人でも十分面白いのでリン太郎はいなくても特に困らないと思う。インパクトがいまいち薄い感じがするから、リン太郎というキャラはと聞かれると答えられないから、リン太郎一人だと面白くないから。29位は久本雅美。みんなの意見はこちら。需要を感じないし宗教などあまり良い噂は聞かないので、年齢を重ねるごとに周りから消される方向に持っていかれそう。騒がしくて下品でどの年齢層に需要があるのか不明なので、この頃年を取ってこられたように見え、テレビで見る回数が減ってきているように感じるから、面白さが少し古い感じがするから、たまに舞台に出演しているようですが、昔のようにバラエティ番組では見なくなったので、消えてしまいそうな気がします。年齢も重ねているので、体を張った芸もできないと思います。28位は、江頭250。みんなの意見はこちら。好きな芸人ですが、コンプライアンスが厳しくなり、これからの時代には芸風が向いていない気がします。テレビ業界も神経尖らせてきているので使いづらいと思います。めちゃイケが終わったことも大きいかと思います。問題事件を起こしそうだから、放送 NG な発言を多々言ってそうだから、子供に見せたくない芸人であるから、過去にも捕まったことがあるため、地上波ではもう何年も見ていないので実質消えたと私は思っています。今後も出ないでしょう。
この人はめちゃイケだけの人です。27位は粗品霜降り明星。みんなの意見はこちら。今はある程度受けていますが、ちょっとしたきっかけで炎上して消えてしまいそうなイメージが強い芸人さんです。炎上さえも力にできるスキルはあると思いますが、あまり続くと炎上芸も飽きられる可能性が高い気がしました。最初はすごく面白いと思っていましたが、最近は毒舌が目立ち、度を越していて笑えなくなってきて、他人を傷つけるような言動があると思います。 YouTube などできついコメントをしたり、視聴者のコメントに言い返すような激しい企画をやっているので、時代に合わなくなってきそうだから。26位は大久保佳代子オアシズ。みんなの意見はこちら。テレビなどメディアの露出はそこまで多くないから、冠番組を持っているイメージがなく、ゲスト出演がほとんどだから、最近ちょっとキレがなくなってきている気がするので、消えるとかではなく第一線を退きラジオ番組持つ感じでゆっくりされても良いのではと思います。何目線やねんって感じです。面白くもないおばさんに需要はない、芸人なのかも謎、メディアには通用しないと思います。25位は田村淳。みんなの意見はこちら。最近は他人のことを批判するような意見を言うことが多くなってきたように思います。以前はそんなことなく面白かったのに残念です。芸人としてだけでなく活動の範囲も広く、芸能界だけでなく政界や様々な方面にネットワークがありそうだが、それがあだとなり闇社会とのつながりを指摘されそう。前に何かの番組で芸人としての旬が終わったと言われているのを聞いた。実際今は何を喋っていても刺さらない。24位は南原清隆。うっちゃんなんちゃん。みんなの意見はこちら。うっちゃんがいないと面白くない人だと思っていたが、最近ではうっちゃんがいても面白くない人だということがバレてきている。もう芸人としての寿命は長くないと思う。ヒルナンデスが続くうちは生き残るかもしれません。でもヒルナンデスが終わったら使い道のない人という認識しかない。最近の南原さんは見ていられない。もう引退した方がご自身のためにも視聴者のためにもいいのでは。23位は堀内健ネプチューン。みんなの意見はこちら。おふざけ系の芸人は若手で用が足りてしまうので不要になってしまうと思います。それに本人も迷走して自分の在り方がわからなくなってフェードアウトしそうだと思ったからです。ホリケンさんはホリケンサイズでブレイクしましたが、それ以降ブームになるようなギャグがないこと。ネプチューンの他に2人はドラマなどに出演する機会が多いけれども、ホリケンさんはドラマにあまり向いていないキャラだと思うからです。かつてはバラエティ番組で引っ張りだこだったが、近年は仕事が減っている。司会業を中心に活動しているが、特に目立った活躍はない。22位は浜口まさるよいこ。みんなの意見はこちら。トークが面白くない。昔は若さとめちゃイケという媒体のおかげで多少のチャンスはあったかと思うが、そこを生かしきれなかった時点で活路があまりないような気がする。結構横柄な態度な感じがするので、しばらくしたら芸人の仕事があまり入ってこないのではないか。というかこの人はもう芸人ではないのでは。ネタも面白くないし MC ができるほどの技量もなさそう。テレビ局的に使い道が少なく用途が限定的になりそうだと感じたため。21位は RG レーザーラモン。みんなの意見はこちら。いきなりパッと出てきたものの、芸という芸がない。正直何が面白いのかわからない。誰でもできるんじゃと思うし、その辺にいるおっちゃんの方が面白い人いっぱいいる。 HG が売れて登場した芸人さん、一時期はブレイクしていましたが、すぐに下火になりメディアに登場する機会も減っているように思えるからです。時代が過ぎたから、新ネタや売りがないから、昔のネタが今の時代にそぐわないから、面白みに欠けるから、あまり面白いと思ったことがない。芸が同じすぎるのでよく面白さが続かないと思う。パターンが一緒なので TV もあまり出なくなったと思う。20位はユリアンレトリーバー。みんなの意見はこちら。ユリアンはもともとがつかみどころがなくて指示の得にくい芸風だと思います。それに加えて痩せたことによって特徴もなくなり、品がなく理解しづらい芸人になってしまったと思うからです。突拍子もないことをする期待ができるが、ハマらないと眉をしかめて終わりという芸風が世間的にはあまり受けないのではないかと思う。いろいろ謎が多すぎなのと芸風が全く理解できないからです。突然わけのわからないことを言ったり顔芸したりと、ちょっと理解できない芸風が多すぎると思います。ユリアンさんの芸風は万人から面白いと思われるものではなく、独自のキャラがあるので一部の人だけに受け入れられているようにも感じます。
ドラマなどに出演することが多いので、すぐに消えることはないものの、芸人から女優といったスタイルで活躍するのではないか、このように考えることもできます。19位は、屋敷裕政ニューヨーク。みんなの意見はこちら。明らかに芸がない。添え物感が強いし、相方がいなくなると、芸人としてやっていくのは、きつい気がします。一時期は、本当に勢いがありましたが、最近はほぼ見かけません。このままメディアからは消えていくのかもしれないと思っています。なんかよいしょされてる感じがあるけど、自分的にはそこまで刺さらないため、面白さが伝わらない。誰でもできそうな対応だから、余計にかな。コンビとしても、ピンとしても、どちらにしても面白くないから。また、レギュラー番組もどんどん減っていっているし、昔の般若のように、そんな人もいたね、と言われる芸人になってそう。18位は、後藤匠四千頭身。みんなの意見はこちら。トークで話をしている時の面白さが足りないように感じます。長く続くにはトークの面白さが大事だと思いますが、つまらなくても頑張る意欲すら感じ取れませんでした。どこが面白いのか意味不明。あまり努力もしなさそう。消えようが消えまいが、興味ない。どうでもいい。普通の人、最初はネタも面白いですし、少しやる気がなさそうな喋り方が世間に受けていたが、最近は少しずつ飽きられてきているように感じています。トリオとしてのネタは面白かったのだが、テレビで面白いことを言えと言われると滑っているイメージがある。フリーなトークなどを求められる場ではきついのでは。17位は、大津広次狐。みんなの意見はこちら。芸が全く面白くない。特徴的な決め台詞がないため、印象が薄い。目立った活躍が見られない。バラエティ番組でも見かけなくなった。ほとんど TV に出ている光景を目にしないから、これから見なくなると思う。そして、あまり面白くないのと、トーク力に欠けることが多々ある。ベテラン漫才師だが、近年目立った活躍がない。ネタもマンネリ化しており、特に若い世代に支持されていない。相方の淡路恒成との格差も目立ち始めている。芸やネタが単純ですぐに飽きられそう。今は賞レースに出ているようだけど、今後は呼ばれなくなる可能性が高いだろうと思う。あんまり面白くない。16位は、渡部健アンジャッジ。みんなの意見はこちら。不祥事などがあると、根深いと思います。それを解決するまでの時間が長くて、お笑いの形も変わってしまって、現代の雰囲気にそぐわなくなってしまうと思うからです。女性問題でテレビに出てくることが難しいと思われるから、イメージが最高に悪くなったため、世の女性たちからは、嫌われている感が高いから、複数女性との不倫騒動の影響はいつまでも引きずると思われる。コンビの復活も見込まれないため、このまま消えていくのではないかと思われる。一度、警察沙汰になった方ですし、反省してるようには見えません。芸風にもよるのでしょうかね。15位はクロちゃん。みんなの意見はこちら。一発屋感が否めない。性格も軽薄そうで、女にモテることしか考えていなさそう。女性人気が全くないのではないか。今はまだ旬で、ドッキリ企画等に出ている印象だが、ネタはあまり見ないため、早く消えるのではないかと思う。ドッキリもすごく面白いリアクションというわけではないと感じる。性格が悪く見えるので、スタッフ受けが悪くて、番組に使ってもらえなくなりそうだし、ゲーも特に面白いと思えないから、すぐに消えそう。性格の悪さが、画面通しても伝わって、テレビに出れなくなる気がする。はじめは、キャラでやっているのかと思っていたが、そうではない気がする。ネタがあまり面白くない。女性ネタで受けてるけど、世間がどんどん厳しくなると思うので、深夜番組でしか使われなくなると思う。見ていて不快に感じる。14位はもう中学生。みんなの意見はこちら。現時点では、他に芸風が被るような芸人がいないため、物珍しさがあるために需要はありますが、それも長続きしそうになく、そろそろやばいと思う。流行が過ぎてしまったから、今の若い世代の知名度があまりないため、新ネタがなく、SNS 等のメディアでも取り上げられていないため、まず、笑えない。せっかくの才能を他に生かしてはと思ってしまう。見ていてなんだか手を差し伸べてあげたくなるような芸風が笑いにつながらない。ブレイク後徐々に露出が減っている。一発ギャグに頼りがちで芸の幅が広がっていない。キャラが薄く他の若手芸人と差別化できていない。別のジャンルで活動された方がもっと輝く気がします。芸人は引退した方が活躍できるでしょう。13位はゆってぃ。みんなの意見はこちら。
ユッピは再ブレイクもなくて本当に一発屋なイメージ、見た目もあまり特徴的じゃなくて長野と覆ってしまうリズムネタ一本のイメージで、バラエティでも活躍していた記憶はないですよとユッピで迷いましたが、ですよはテレビ番組で一時期結構人気があって、そのピークはユッピ以上だったと思います。あの人は今のような扱いで細々思い出すのも、あのぐらいは知名度がないとマジで誰になってしまうと思いました。一発芸で一時期はテレビ局から引っ張りだこ状態だったが、ネタが飽きられてきたのかあまり見なくなったからです。小島よしおや加納栄光のように他のスキルがあれば盛り返してくる可能性はありますが、現時点ではその気配がないのが決めた理由です。そもそもすでに一回消えている嫁のおかげで、今は以前より露出が増えているような印象なので、この先は嫁次第な気がするが、長くは持たなそう。ネタが意味不明で面白くないので、テレビで活躍するのは難しいのではないか。人の良さは感じるものの、厳しい芸能界では生き残るのが厳しそう。若ちこ若ちこ以外のネタを知らないリズムネタ芸人って消えるのが早い。他のネタを作らないと生き残っていけないと思う。12位は松本人志ダウンタウン。みんなの意見はこちら。スキャンダルの影響は大きく、さらに長引くと思われる。いつも偉そうな態度で、スキャンダルが発生する前から人間的に好かれない人だと思っていた。現在裁判中のため芸能界から姿を消していることが一番の理由です。収入に関しては小さなお子様がいらっしゃるので、どこかで活躍して収入を得ようと頑張ると思うのですが、テレビへの露出がなくなると島田紳助さんの件を思い出し、そのままフェードアウトしそうな気がします。自粛中の今いろいろと戦っている最中ですが、すでにテレビで見ない状況が続いており、裁判で勝とうが負けようが結局国民の支持は得られずに、このまま消えてしまいそうです。昨今の性被害問題により印象が著しく悪くなった。たとえ無罪であっても、こういう話が大きく世間を賑わしていること自体が松本人志自身を大きく低下させている。復帰しても以前のに笑えないだろう。今のまま今後も出てこない気がする。いろいろな噂や真実はわからないけれど、証言者が次々と出てきている中でどのような復帰の仕方をするのか想像ができないので、早く消えそう。言うまでもなく、実力もカリスマ性も多くのファンも持っていた彼だが、彼のスキャンダルを知ってしまった後だと何をやっても面白いと思えないから。11位は石橋貴明トンネルズ。みんなの意見はこちら。もう過去の人、今の時代じゃない。実質もうテレビで見ないから消えてると思っている。かろうじて YouTube で見かけるが面白くないから、やはり若者受けはしないだろう。のりさんは活躍しているけど、タカさんは TV であまり見ない。生意気で評判良くない。女癖も悪そう。レギュラー番組も割りはっきり言って落ち目。のりさんと比べてコンビを解消した今、ほとんどテレビでは見ないからです。このまま自分の動画配信でしか活動できない人になっていきそうです。ゴールデン番組のトンネルズの皆様のおかげですが、終了してからめっきりテレビに出る頻度が減ったと感じました。本人が就活をしているのではないかと感じています。昔は勢いがあって面白かったと思いますが、新しい面白い芸人がどんどん出てきて、もともとそこまで面白いわけではないので厳しくなってきていると思います。先日久しぶりに拝見したら顔がかなりむくんでいて、どこか悪いのかと思った。時代錯誤したような発言が多いイメージだし、芸能人から好かれていなさそう。早く引退して静かに隠居生活をしそう。10位は嶋佐和也ニューヨーク。みんなの意見はこちら。コンビとしてもピンとしても印象が残らないので選択しました。出ていても見たいと思わないし、出なくても最近でないなと思わないので消えそう。芸人として引き出しがあまりにも少なくて単純に面白くない。ポンコツ路線でやっていきたければもう少し賢くないと厳しいと思う。たまに見かけるが万人受けするネタではないと思うから。若者への認知度だけが高く、年代の高い人にはほとんど知られていないと思うから。昔はかなりテレビで見かけましたが、明らかにテレビ出演が減っているので人気がなくなってきたんだなと感じています。特に代表作もないのになぜあんなに売れているかわからないからです。売れている理由がわからないということは、どう対策したら良いかわからないということなので、近いうちに消えるだろうなと思います。金を稼ぐことしか考えていなく、自分自身のことばかりを主張するスタイルは万人からは受け入れがたい。視聴者のためになるよう笑いがなくつまらない。9
19位は東袋さらば青春の光、みんなの意見はこちらじゃない方で知られているけれど、その知られ方には限界があると思う。やがて知名度が落ちてしまい消えてしまうのではないかと思う。テレビでまだスキャンダルネタがあるようなことを言っていたから、それとテレビで文句を言っている姿が良くない。芸能界はコンプライアンスが厳しくなっていて、スキャンダルが多い人は出版社に狙われやすくて、テレビでまだスキャンダルネタがあるようなことを言っていたから、何度もスキャンダルを起こして周りの助けを借りて復活してきているが、遠くない先に復活できないような大きなスキャンダルを起こしそうだから、笑えないスキャンダルを何回も繰り返しているからです。よくテレビに出られるなと思っています。おそらくまたスキャンダルを起こすと思うので、思っているより早く消えるのではないかと思います。トークは面白いとは思いますが、内容が時代に合っていない気がします。メディアからは敬遠されてしまうのではないでしょうか。女性発言に不快感を受ける方は多そうです。8位はザジー、みんなの意見はこちら。見た目のインパクトは強いけど、ネタの面白さを感じないから、ピンク、メガネ、金髪、ロン毛など本当に見た目の印象しかない。ネタを見たことがあるはずなのに、どんなネタをしていたか思い出せないから。不仲で有名なお見送り芸人しんいちさんはドッキリなどにかけられて出演が多いですが、ザジーさんは見た目の割にキャラが薄いです。紙芝居のネタが最初は面白く感じるかもしれないけれど、何度か見ると慣れてしまって面白さが半減してしまうから飽きられてしまいそう。あまりテレビで見ないことが多い。そして面白いと思ったことが一度もないので、テレビでこれから出ることは少なくなると考える。知っている人には知られているが、全体の知名度としては低いと思うから。見た目のインパクトはあるが認知度は低いと思うから、見た目のインパクトはあるが見た目以上の面白さはない気がする。フリップの芸は面白いが、ひな壇でのトークはあまり面白くなかったため、今のテレビでまだ受け入れがたいのではないか。インパクトがあるビジュアルが売りなので、お笑いライブなどでは生き残れそうな気はします。7位はですよ、みんなの意見はこちら。一種類しか芸がないから、番組を見ていても先輩芸人からの質問にうまく返せていない場面をよく見かけるので、大丈夫かこの人、と感じてしまう。ですよ以外、ネタを思い出せません。見た目は思い出せるので、そこは奇抜なイメージが残って良いのですが、中身が思い出せないし、面白くなかったという印象のみあるので選びました。もうあまりテレビで見なくなりました。今は何をされてるのか、気になります。芸人さんというのは、リズムネタだけでは厳しいと思ってます。ですよ、の芸風が古く感じ、面白いと思わない。大喜利や普通に話している姿も思い浮かばないので、ひな壇での活躍も難しそうに感じる。ですよのフレーズを決め手に披露するネタは中毒性があって面白いのですが、バリエーションが少ないように思えるのと、次の決め手になる芸が見受けられないのが理由です。ラップ調の形で一時期ブレイクしていましたが、それ以降は目新しいギャグもなく、テレビなどのメディアに登場する機会も減っているからです。メディアで見ることがない。正直ネタも面白くないし、かといってフリートークができるとも思えない。せめていじられキャラとかクズ芸人とかのキャラがあればよかった。6位は遥ぼる塾、みんなの意見はこちら。一時期のような露出の多い状態ではないので、あまり見かけないなと感じる。そこまですごく面白いわけでもないですし、似たような芸風の方も多いし、アンリと田辺さんの印象が強すぎて、はるかはあまり目立たないから、アンリと田辺さんがここでたくさんテレビに出るようになったら見かけなくなりそう。相方が強いからグループでの仕事はなくならないと思うけど、ピンで仕事をするには実力がなさすぎる。話がつまらなすぎて不安になる。悪い人ではないのはわかるが、彼女はトリオの中でも圧倒的にトークが苦手で、ネタの中でも目立つ活躍はないため、そもそもなぜあれほどまでにテレビに露出できているのかわからない。バラエティ番組等も見ていてもそこまで面白いと感じないし、他の3人に比べて芸や面白さにもう一つ工夫が欲しいなと思うから。はるかさんはただ言葉がきついだけで面白さとか優しさが感じられない。トリオの他の2人には面白い人間味や優しさを感じるのですが、この3人がなぜテレビに出ているのか全く理解ができません。個性もないし、これといった芸風も全くないです。他のトリオの方たちは自分たちのカラーがあるのに、ぼる塾さんには全く良いものを感じません。5位はお見送り芸人しんいち、
みんなの意見はこちら。騙される芸人の印象が強くて、本来の芸人の持ち味が思い出せなくなってきているから、来期あたりまでの芸人になりそう。そしてモテてると勘違いしてやらかしそう。以前水曜日のダウンタウンという番組でハニートラップに何度も引っかかっているのを見て、さらに問題を起こしそうだと感じたため、最近水曜日のダウンタウンに出演され、その姿が話題になっていましたが、試験ですがあまり協調性がなさそうな方に見えます。テレビ業界は人と人とのつながりが強そうなので、それを大事にしない人はすぐ消えそうです。ご本人があまり面白くないし、水曜日のダウンタウン以外でテレビに出ているのを見ていないから、意外と早く消えそうな気がします。お見送り芸人しんいちはたまにラビットや水曜日のダウンタウンで見かけるくらいで、そんなにテレビに出ていないと思うから。あと持ちネタがいまいちわからない。2022年に R1 グランプリ王者に輝いた後、目立った活躍が見られない。芸風は悪くないのだが、マンネリを感じる。新しいネタが必要な時に来ている。性格がとても悪いイメージ。サンドウィッチマンと同じ事務所なので、サンドウィッチマンの恩恵で宮城県関連の仕事をやれている。彼らのおかげだと思う。素行の悪さであまり良い印象がなく、開き直るような態度も鼻につくため、あまり長くは見たくない芸人の一人です。正直面白くないです。4位はシュウペイペコパ。みんなの意見はこちら。以前よりあまりテレビで見かけなくなったし、ピンで何かできそうには感じられない。申し訳ないが、芸風は新しいものを感じるが、そもそもお笑いというほど面白い要素を感じることができない。ペコパ自体は好きです。松陰寺さんは面白いと思いますが、ネタなど見ていてもシュウペイさんはそこまでの面白さと魅力を感じないので、見た目は良いと思うけど、お笑い芸人として面白いことを言ってるのは見たことがない。タレントとして他の道で何かを成し遂げてほしい。ギャグもなく、言うことも全く面白くないです。なぜお笑いやってるのか全くわかりません。ただただジャニーズ級に憧れているというのを頻繁に口にはしているだけだからです。天才テレビくんや教育系テレビに出ている芸人はなんとなく早めに消えていってる気がするから、相方はまだ印象が強く残りやすいが、印象が浅い。ピンでの活動は全く面白くない。ボキャブラリーも少なく、一発芸もギャグも笑えるものがない。ペコパとしての漫才には必要だが、それ以外に需要が薄いと感じる。ペコパのあのキャラに飽きた人は多いと思う。シュウペイは特に平場に強いわけでもないので、新しいキャラ作りをするかトークネタを増やすしかないと思う。松陰寺ペコパとは違い、インパクトが薄い感じがするから、ペコが二人で出演しているのをあまり見ないから、名前が覚えられていない気がするから。3位はバイク川崎バイク。みんなの意見はこちら。トークがあまり得意ではないように見えるから、人間性はとても優しそうだなという印象を受けるのですが、彼の最大の特徴でもある BKB の頭文字を取った文章をその場の状況に合わせて作るというのもうまくできていないのをたびたび見かけるから、ネタが面白くないので芸人として致命的。一本上司でよくわからないネタなので、テレビで活躍は難しそう。トークも上手なイメージもない。数年前は流行っていたり、テレビにたくさん出演しているのを見たりしていたが、最近はテレビで見ることはほとんどなくなったと感じるから、最近あまり見かけない。また決め台詞はあるが、それ以外で芸を披露しているところを見たことがない。話も得意そうではないから早く消えそう。大きい声で叫ぶネタをしている芸人はたくさんいるけど、サンシャイン池崎と BKB は被ってしまう。見た目もなんだか似てるし、性質も近いと思う。叫ぶ以外の能力がない感じがする。彼はすでに消えてると認識していたのですが、そうではなかったんですね。根強いファンがいるなら大丈夫かもしれませんが、トーク力ないと厳しいのではないでしょうか。終始何がしたいかわからないです。一時期よくテレビに出ていたけれど、最近はあまり見かけないし、個人的に面白いと思えないので、このまま見なくなると思うから。バイク川崎バイクをテレビではラビットぐらいでしか見かけないし、 BKB を使ったギャグもすぐ飽きられそうな気がするから、トークが面白いイメージはあまりない。2位は長野。みんなの意見はこちら。芸歴の長さから、一発芸が周囲に浸透してからもバラエティ番組に出演する機会がありましたが、年々彼を見ることが少なく、プライドの高さが相まって消えそうな感じがしました。一発屋芸人で最近のテレビでも拝見しないので
選択させていただきました。同じ一発屋芸人のゆっきもいますが、綺麗な奥様と結婚されていたため、芸能夫婦として昼番組など芸人としての仕事以外の仕事もできそうだなと思いました。長野さんはその仕事もないイメージがあります。最近本当にテレビで見かけなくなった。売れ出した当初すでにそこそこ年だったこともあってか、ネタ中も苦しそうに見える。そもそもネタもあまり面白くない。昔はあそこまで過激なキャラではなかった気がします。もう少しおとなしく、コメントとかも面白かったと思うのですが、今のキャラは少しきつい。長続きはしなさそう。とにかくこの人は何をしたいのか全く理解できません。ずっとやっている芸風も全く面白くないし、正直なんでテレビに出れるのかが全く理解できないからです。 TD でネタをやっても静まり返っている。見ていて気持ち悪い。生理的に受け付けない。早く消えてほしい。大嫌い。芸人として才能あると思えない。最近はめっきりテレビで見なくなった。YouTube で見たことはあるが、本人自体が売れてテレビに出たいというよりも今のテレビ界の文句を言っていた。最近またブレイク気味だが、人の悪口を本気で怒っているところが笑えない。面白いと思えないので、今面白く感じている人が冷めるのは早いんだと思う。1位は河本太志、ウエストランド。みんなの意見はこちら。もともとテレビ向きじゃなく、一つも笑い取れず相方のお荷物なのに、今回のタクシー事件でさらに追い打ちをかけてもうダメだと思う。ウエストランドの喋らない方という世間の認識の中で、酒に酔って暴力事件を起こしたので、かなり頑張らないと厳しいと思う。事件を面白おかしくネタにできれば消えないでしょうが難しいのでは。 M1 で優勝してコンビは有名になったけれど、相方よりも地味だし問題も起こしていたので、相方だけ芸能界に残ってこの人は消えそうだと思うから、コンビとしては人気で知名度もあるが、相方である井口さんがいないと漫才が成立しないから、川本さんだけで TV 出演していることはないから、いつもやる気がなく、今まで井口さんとお金が折半で事故でそれが解消されより、やる気がなくなってしまうのではないか。警察沙汰があると間違いづらいので、井口さんのみ売れ続ける感じがする。 M1 で優勝する前とかは相方の井口さんしかメディアで見てなくて、優勝してからもメディアで見ることがそれほど増えることもなく、最近トラブルもあったから M1 を優勝したけど、歴代 M1 王者に比べて全体的に弱い。バラエティ番組において他の芸人との相性も良くなさそう。もっと面白いネタで M1 に再度挑戦してほしい。井口と対照的なキャラで癖になる彼ですが、酒が絡んだタクシーの一件で評価を落としたのがポイントです。また井口の頑張りがあるにもかかわらず、ギャラの折半をするなど、姑息な一面も消えそうな気配が漂っています。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もぜひぜひコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。こういうアンケートもしてほしいという希望があれば、ぜひお寄せください。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。